おはようございます、吉田さん。今日はドライブしながらお送りしようかと思います。まあ、どこ視点っていう話がありますよね。運転をしてても思うんですけども、どこ視点なのかなっていうところですよね。よくね、煽り運転とか、なんか車から降りてきて、こう、行きがってる人とかいますけどもね、ドライブレコーダーとか映ってますけども、まさにそれは、この行動ってものがですね、俺のものみたいなね。で、運転テクニック、ドライビングテクニックは俺が基準みたいなところがね、あるからだと思うんですよ。で、私の場合は車間距離むちゃくちゃ取るんですよ。前後100メートルぐらい取るような運転です。まあ、ですんで、渋滞にも非常にかかりにくいですし、渋滞しそうだなと思ったら、もうすぐに休憩したり止まったりするんですよ。まあ、ですんで、いつもね、自分目線というよりも、道路はどういう状況かなとか、混んでるかなとかね、妙な車ないかなとか、そんな感じで走ってますよね。まあ、すごく穏やかですね、だからね。でそれがですね、自分中心に走ってると思うと、ちょっと抜かされたりしたら腹が立ったりね、なんで俺基準なのにお前が出しゃばってくるんだよってなったり、前の車もたもたしやがってと思うけども、いや焦ってんのは自分だよねっていう風にね、穏やかに走ってる人から見たら何後ろの車焦ってんだろうなってなっちゃうんですよね。まあそういうような形で、どこ視点で物を見るか、どこ視点で切り取っていくかってことによって、まあ人ってのはね、感情をあらわにしていくものかなと思います、で、まあビジネスも結局そうで、自分の商品売りたいと思ったら結構強めのセールスかけていくことになるんですよ。でも逆にですね、人が欲しがってるもの何かなと思ったらすごく売れやすくなるんですよね。だからアンケートってことがあると思います。市場に聞き取りをするってことです。商品一生懸命作ってサイトを構築して、久保さんサイトできました、見てもらえますか、見てサイトは立派なんだけど、これ誰が欲しがってるサイトですかって質問すると、それはこれから探しますってことになっちゃうんですよね。だから自分の商品に顧客をこう当てはめないといけなくなっちゃうんですよ。だからそれはね、私としてはすごくセールスのテクニックが必要なのかなっていうこととかと、あとは媒体ですか、媒体をかなり強くしないといけないかなっていうふうな2つの視点から難しいんじゃないかなって診断をするんですよ。で、売り上げを上げようと思ったら、商品があって、媒体っていう見込み客がいて、そして最後セールスっていうものが必要。この3つが組み合わさってやっと売り上げって立つと思うんですよ。で、それぞれの要素って掛け算なんで、商品がゼロでもダメだし、媒体の人数がゼロでもダメだし、セールスの回数がゼロでもダメだと思うんですよね。ですからそれぞれが一定のボリュームを持ってないといけないと思うんですよ。商品の力が、商品力がね、たくましいっていうのも一つの条件だと思います。媒体が大きいっていうのも一つの条件だと思いますし、セールスの力があるっていうのも一つの条件だと思うんですよ。ただ残念ながらですね、媒体がゼロの方、もしくはゼロに等しい方が、商品ばっかり一生懸命作っちゃって、プロダクトローンチばっかり覚えちゃってっていうことになっても、なかなか厳しいと思うんですよね。まあ、ですんで私はいつも思うのは、まずはね、欲しがってる人視点ですよ。市場に聞き取りをして、みんなは何に困ってるのかな、どんなものだったらお金を出してでも苦痛から逃れたいと思って商品を買うのかなって考えるんですよね。まあそうすると、商品作った段階ではもうね、売れるのが確定してるわけなんですよ。でありがたいですよね。で、YouTube にもその応用があって、例えば誰かに一人に向けてね、動画を撮るわけですよ。例えば、まあ、小林さんって方がいたら、小林さんへというタイトルで、小林、まあちょっと名前も思いつかないですけども、小林徹さんって方がいたらね、小林徹さんへっていう方にメッセージを動画で撮るんですよ。そうすると最低でも小林徹さんっていう方は、見るわけなんですよ。これ前提としては、小林徹さんって方が、久保さんお願いしますって形で質問してきた場合ですよね。で、その質問をしてきてくれた小林徹さんが、名前を全体公開してもいいよっていう前提で、クエスチョンくれた場合なんですけども、その回答を小林徹さんへという動画でね、タイトルで流すと、小林徹さんは絶対見るじゃないですか。自分に対しての返信、要するに自分に対してのコンテンツってことが確定してるんで、要するにそれがお客さんのニーズですよね。で、プラス小林徹さんに対してメッセージを送っているっていうタイトルだけじゃなくて、小林徹さんへと、1週間で3万円売り上げる方法みたいなタイトルでやったら、今度は小林徹さん以外の1週間で3万円売り上げを上げたい人が見るというね。だからもうすでにもう媒体が確定してるんですよ。見たい人が確定してる状態で、言ってみれば
弓矢が的に当たった状態で弓を放つみたいな感じですよね。だから売れて当たり前なんですよね。うん、だからそういうふうなことを繰り返していくことかな。だから聞き取りが大事、無料コンサルが大事ってことなんですよね。無料で人の相談を受けてるようであって、無料でコンテンツをいただいてるんですよね。確実に売れる商品のサンプルをずっとサンプル調査させていただいてるってことなんですよ。だからこれがお客様目線で考えたらってことなんではないかなと思うんですよね。だから自分はこんな資格があるし、こんな経験があるから、これが人のために役に立つんだと思ったら、私はこれどっちかっていうと失敗の第一歩だと思うんですよ。自分中心だからなんですよね。自分の経験を誰かに押し付けていくっていう発想になってくるんですよ。そうではなくって、人が欲しがってるもの、人が解決したがってるものを自分はどうやったら解決できるかなっていうふうに考えてあげる、尽くしてあげるってこと、これがお客さん目線なんじゃないかなと思うんですよね。その中でお客さんが困った問題点がたまたま自分の経験とか学習で解決できるものがあったら一番いいよねって、それが得意分野ってやつなんですよ。あ、よくねこのご相談いただきましたと、それ得意分野なんですよ、任せてくださいっていうふうにやっていけるかなと思うんですよ。昨日実は私のところにね、ある一通のメールが来たんですよ。名刺交換をした方から、私は副業でネットビジネスをやってますみたいなこと書いてるんですよ。そっか、ネットビジネスね、得意ですというお話なんですよね。そういうふうに返信しました。任せてくださいと、久保哲郎で検索してくださいと、私の力があなた以上だったら私がお手伝いしますと、もし私の力があなたよりも低いと思ったら、私の方があなたにお願いしますという形でね、返信させていただきました。そんな形でね、どこ視点で見るかってこと、そういうふうなね、動画になっております。次はですね、ネットビジネスを副業でするべきかっていうお話をさせていただきます。それでは失礼します。